皆さんこんにちは、私のチャンネルへようこそ。舞台は東京、時は来年7月、東京都議会選挙に向けて、地域政党を作ろうと思います。前広島県秋田方市長の石丸慎二氏は11月12日夜、自身の YouTube でこう述べ、2025年7月の都議選に向けて地域政党を作ると表明した。続けて、東京都議会議員になろうという方、興味。 関心のある方は、準備を進めてください、とと議選の候補者を募集すると宣言。X では、石丸新党がトレンド入りしている。独自入手、石丸新二氏自慢のピカピカ愛者。石丸氏は7月の東京都知事選で、大方の予想を裏切る約166万票を獲得。当選した小池百合子都知事の約290万票には及びませんでしたが、 蓮舫元参院議員の約128万票を大きく上回る得票で2位に躍進しました既存政党の支援を受けず SNS を駆使した選挙戦は石丸現象という信号を生んだほどですしかしその後はテレビなどでの発言が上から目線の石丸公文などと批判されるなどして一時のブームは去ったと見られていましたそんな中での新党結成宣言で 再びスポットトライトが当当たっています政治担当記者石丸氏は、新党の詳細については12月中には発表すると語っているが石丸新党はすでにさまざまな方面にインパクトを与えている。元宮崎県知事の東国原秀吉もその一人だ。面白くなってきた。公職選挙法を強めに早く改正しないと来年の都議選、とんでもないカオスになる予感がする。と、 13日までに自身の SNS で綴った東国原氏。公職選挙法の改正とは、都知事選で見られた一部陣営による他候補への妨害などを念頭に置いたものとみられる。実は東国原氏といえば、都知事選後直後日本氏が行った前、明石市長の泉房保氏との対談で、石丸新党が国政の第三局になると予測していた。国政より一足早く 都議会で新たな勢力が出現することに東国原氏は期待しているようだ。メディアで活発な発言を続ける元大阪市長の橋本哲氏も早速反応した。13日、自身の X を更新して、吉村知事と新しい日本の政治に挑戦して新しい感覚の国会議員も両名に負けずに切磋琢磨して、古い飲み食い政治をぶち壊して、真の政策論議。 ペットボトル政治を。と、石丸新党を歓迎するコメントを綴った。石丸氏の新党発表が、吉村博文大阪府知事の日本維新の会代表選への立候補を表明したタイミングだっただけに、橋本氏のコメントは、石丸新党と維新の会が合流するのではないかとの憶測を生んでいます、当然。ただ、そんな期待の声が上がる一方で、 X では、石丸新党にブーイングのコメントが押し寄せている。この人が政策を語ったことあった。市長時代の議会答弁にもまともに答えたことなかったし、2度の民事裁判でも敗訴してるし。市長の任期も務めなかった人間が、何がしたいのか主張もなく、立候補とか、新党とか本当にクソだと思います。SNS の延長でしかなくて虚無。迷惑でしかない。 市議会では論点のすり替えやって議会を空転させる、議会内外関係なく質問にまともに答えない、都知事選のために秋田方市長の職を人気満了前に放り投げる。石丸新党ができるんだじゃあ、党名は、都民ワーストとかどうだろう。すでに、石丸ブームのメッキは剥げているのかもしれない。どう思いますか、気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。